台湾の皆さん、ダジャハオ、上白石萌音です。ついに私のミニアルバム愛がリリースされました。このアルバムは5つの恋の歌を歌っているアルバムです。どの曲もすごくそれぞれのカラーがあって、とても大切に作りました。今回のアルバムには私が主演をさせていただいた LDK 一つ屋根の下月が2つという映画の主題歌になっているカンドロップの内澤貴人さんに書いていただきましたハッピーエンド、そしてゆきさんに作詞を、ヨルシカの旦那さんに作曲をしていただいた永遠は嫌い、そして私が作詞にチャレンジした独り言などなど、5曲の歌が入っております。どの曲も大切に物語を作りましたので、じっくり聴いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なんと台湾では配信だけではなくて、CD も販売していただけることになりました。台湾の皆さんにも届くことが本当に本当に嬉しいです。ぜひ手に取ってみてください。それではよろしくお願いします。シェシェ。